はじめまして、ライフサイエンス統合データベースセンターから来ました太田と申します。今日は講習会呼んでいただいて、すごく気を使っていただいてですね、岡さん、副島さんには大変昨日からお世話になっております。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。今日3時間ぐらい、なぜか僕だけ3時間も枠をもらってしまいましてですね、そんなに長く喋って大丈夫ですかね。タイトルというか、話題は次世代 C 検査ということでですね、こういうタイトルで次世代 C 検査を活用した研究事例と、そういった研究を支える公共ツールやデータベースについてっていうことでお話しさせていただこうと思います。で、これなんですけれども、ちょっとアンケートというか、どういうぐらいの話の細かさをしていけばいいのかなというのがちょっとまた悩ましいところもあるので、ちょっと挙手に行ってアンケートをいただいてもいいでしょうか。次世代シーケンサーを、動かした方がある方はいらっしゃいますか。あ、お一人、もうデータが出ている。じゃあこれから使う予定があるという方は一人、お二人、三方、はい。なんかよく知らないけれどもちょっと興味はあるというくらいの方はいらっしゃいますね。全然興味ないという方いらっしゃいますいないですよね。全然興味ない人ばっかりだったら、それはそれで業界ゴシップトークみたいなのをすればいいのかなと思ったんですけどそういうのは大丈夫ですかね。じゃあ、始めさせていただきます。今日の、講習会という感じなんですけれども、今そういう興味のある方という、実際に手を動かしているという方が少ないようでしたので、基本的な知識といいますか、情報の整理と紹介から始めていって、ちょっともし余裕がありそうだったら手を動かすようなことをしていければいいかなというふうに思っております。で、目標としては、NGS を使ってできることと、できないことを知る、あと、NGS を利用した、研究事例と公開データを自分で、インターネットで検索できるようになるというのが目標です。あとはですね、これは最終的に、ちょっとここまでいくかわからないですけども、データ解析の進め方、実際に手を動かしてみるっていうところまで、もし途中で聞いててもういいかなっていう方いらっしゃいましたら、先どんどん進んでいただいて構わないです。で、この資料ですけれども、今日のアジャックス講習会のですね、講師、プログラムが書いてあるところに、追跡型資料っていうふうに書いて、僕のところの名前の後ろに上げておりますので、そちらを見ていただいて、手元で資料を見ていただいても大丈夫です。で、まずですね、じゃあ最初にその NGS を使ってできること、できないことという感じなんですけれども、NGS っていうのはそもそもなんだということと、シーケンスの原理、原理というか機械ですねについてと、あとは研究分野への応用と、あとは一般的な NGS を利用した研究がどういうふうに始まって、どういうふうな流れで進んでいくかということをご紹介します。それから、そのあたりで一旦ちょっと休憩を入れる感じになるかなと。そこにたどり着くまでが結構長いので、その辺で休憩を入れて、その後公共 NGS データベースについてお話しして、でそこから研究事例の検索とかということをやっていこうかと思っております。で、NGS とはそもそも何なのかという話です。次世代次世代って言われ始めて、5、6年ぐらい経って、いつまで次世代って言ってんだよみたいな話をよく業界では言ってて、次世代っていうのをやめようキャンペーンみたいなことを最近言ってましてですね、なのでこういう、とは言っても次世代で定着してしまったので、いまだに次世代シーケンサーとかネクストジェネレーションシーケンシングとかっていうふうに言うんですけれども、ウィキペディアを引いてみますとですね、こういうふうに書いてまして、いろいろ書いてあるんですけど、要はその青字でハイライトしたパラレライズっていうところが肝で、基本的にはその高速なシーケンスをずっと連続してやるというよりかは、並列化してシーケンス、大量のシーケンスを行うことができるようにするというのが基本的な考え方です。で、もう最近はネクストジェネレーションシーケンシングとかっていうと、そんな言い方はしないから書き換えろっていうふうにジャーナルのエディターに怒られたりとかするようになってきたんですが、ハイスループットシーケンスとか、マッシブリパラレルシーケンシング、日本語に直すと大規模シーケンスとか、超並列シーケンスとかっていうような言い方をするようになってきてます。でも未だに NGS っていう風なのが根強いので、ネクストジェネレーションって言わないで、ごっついシーケンサーっていう風に略してるとかっていう人もいます。あんまり面白くないですか？
なんか関西の人の発想だよなって思うんですけど、まあいいや。で、まあ、従来法との、まあ、サンガシーケンスとかですね、のシーケンスの原理との比較の話なので、まあ、一つのシーケンス原理を指して、次世代っていうふうに言うわけではないっていうのが、ちょっと、心の隅に置いておいてほしいことです。で、まあ、シーケンス原理がいくつもいくつも新しいものができるので、第何世代シーケンサーとかっていう風な呼び方をする人もいるんですけれども、そのどれが第何世代だっていうのも言う人によって違ったりするので、あんまりちょっとこれは普及してないのかなっていう風な感じをします。で、まあ、シーケンスの原理についてっていうところになっていくんですけれども、まあ、シーケンスの原理っていうのがもうそれがそのままシーケンサーのベンダー、シーケンサーの機械を売っている会社の、まあ、機械のラインナップみたいなところにつながっていくので、ここではそのシーケンスの原理の紹介、まあ、すなわちそのシーケンサーの機械の紹介みたいな感じになるんですけれども、今ですね、まあ、市場に出回っているこの 2,3 年ぐらいで市場に出ていたものがこの一覧になります。一番上からロシュの454、英語では454というんですけれども、あとはイルミナのハイセックマイセック、ハイセックマイセックとか言いますね。あとライフテックさんのところから出てるソリッドと、ライフテックのアイオントレント、アイオンプロトンっていうものと、あとはパックバイオ RS で、その他にまあこれから出るのかなっていうふうに言われているものに、オックスフォードナノポアノミニオングリッドイオンとか、あとはヌーバイオっていうものですけど、これ下のやつとかがあります。で、最初にロッシュのこの454から来たんですけども、これが、おそらく最初の方に、5年か6年前かなぐらいに、2008年ぐらいだったと思うんですけども、ぐらいに、最初にこの454というところがシーケンス、次世代シーケンスって言われ始めたものを作ったところ で、これは原理としてはパイロシーケンスっていう原理を使ってます。で、まあ、これから一個一個そのシーケンスの原理の名前が出てくるんですけども、それは一個一個全部ちょっと細かいので、ここに全部リンクを貼ってあるので、気になる方は調べてクリックしてみていただければいいかなと思います。で、こちらの454なんですけれども、まあ、長らく第一線級で頑張ってきたんですが、だんだん他のシーケンサーに押されましてですね、2016年にサポートを終了しますっていうことが予告されてます。で、まあ、ロシアの方からそういう話が出ているというニュースがいくつか出てきてまして、まあ、これから新規導入するっていうことはまあちょっと見込み、あまり考えないかなっていうような形も、まあ旧世代の次世代シーケンサーみたいな感じになってます。で、次にご紹介するのがこのイルミナさんのハイセークマイセークっていうタイプのやつで、で、まあ、なんかここのイルミナさんはすごいウェブサイトがかっちょよくて、テーマカラーがオレンジでっていうような感じのところなんですけど、おそらく今一番市場で売れているシーケンサーで、こちらの、かけつけんさんにもマイセークが入ってるっていうふうに伺ったんですけど、合ってます、ですかね、ですかね、いつぐらいに入られました？去年ぐらいですか。まあ、一番多分そのベンチトップのこんぐらいの大きさのやつですよねっていうのが、まあ、今一番売れてるのかなっていう感じはします。で、これの原理はですね、シーケンスバイシンセシスって言われてまして、まあ、その、DNA の操作の合成をしながら蛍光で、シーケンスの、まあ、塩基を決めていくみたいな形のやり方になってまして、で、最近、15日ですので1週間前ぐらいですかねに、株主向けの、なんかカンファレンスみたいなのがありまして、でアメリカ本国のイルミナの方で、報告というか、まあ、何でしょう、まあ、これが発表されたんですけれども、ついに1000ドルゲノムっていうのを実現するシーケンサーを発表しますと言って、まあ、長らくこの人ゲノムのシーケンスとかをずっとプロジェクト、人ゲノムプロジェクトがやってきたんですけども、まあ、目標としてたそのシーケンス、1000ドルで、人間一人のゲノムを解読するっていうような、パワーを持った機械が出ますというふうに言われて、それがハイシーク X10で、まあ、みんな何て読むって、今どうするどうする、これ何て読むって、なんかこう倍点なのか点点なのか X10なのかとかなんかいろいろ言ってるんですけど、まあそういうのが出ると。で、もう一つ、ネクストシーク500、ネクストシーク500っていうのも、新しく出ますよっていうのが発表されてます。で、まあ
すごいシーケンスの業界界隈では、まあ、ついに1000ドルゲノムが来たかっていうふうに言われてるんですけど、実はこのハイセク X10 っていうのはハイセク X っていう機械を10台並べて並列化するっていう、ちょっとご了承気味で、それで1000ドルゲノムって言っていいのっていう感じがちょっとするんですけど、まあ、すごいアメリカ的なクールな発想だと僕は思いますけど、そういう、アップデートが最近出てます。で、ちなみにこちらは某研究所のですね方のツイッターで、さっきほど20分か1時間ぐらい前にポストツイッターに流れてきてたので慌てて貼ったんですけど、まあ、新しいシーケンサーがだいたい3700万ですか。で、まあ、サーバー込みのバージョンだと900万かなとか、まあ、なんかこれぐらいのお値段がするそうです。まあ、新しいシーケンスは高いですねっていう話なんですけど、で次に紹介するのがこのライフテックの、まあ、アプライドバイオシステムスっていう、まあ、昔あった会社がライフテックの、下について、ここで作ってるシーケンサーなんですけど、これがソリッドっていうシーケンサーになります。でこれは、シーケンスバイライゲーションって言って、その、まあ、ライゲーションの反応を利用して、シーケンスの塩基を決めていくっていう、やり方なんですけれども、あんまりこう、そのイルミナの、ハイセクマイセクとかと比べると精度とか、まあ、シーケンスのスループトとかでちょっと負け気味になってしまって、であんまり最近は押してないというか、あんまり売っていないような感じです。ただこの、シーケンサーから出てきたデータがたまに出くわしたりとか、まあ、名前を聞くこともまだあるかなという感じの、まあ、これもだから新規導入っていうことを考えると、これは選択肢には入ってこないかなっていう感じです。で次に紹介するアイオントレント、アイオンプロトンっていうのに、置き換わりつつあります。でそのアイオントレント、アイオンプロトンっていうのがこの、カチュイシーケンサーなんですが、で、まあ、なんか いろんな機械の名前ばっかり出てきて恐縮なんですけれども、まあ、こういうシーケンスの機械があって、で、まあ、さっきのソリッドに代わってこちらの、アイオンシリーズが、まあ、ライフテックさんは前でもしている新しいシーケンサーだというような感じです。でこれはセミコンダクターシーケンシングテクノロジーっていって、まあ、要は半導体のチップを使ってシーケンスをするみたいな、ことを言ってるんですね。で、まあ、半導体を使ってシーケンスをするっていうと何がいいかっていうと、そのやっぱりコンピューター業界で使ってるので、半導体の値段っていうのはどんどん大量生産すれば安くなっていくので、その分シーケンスの値段がどんどん安くなっていくというようなことが言われてまして、でその半導体のチップを交換すればそのスペックが上がる。だからシーケンサー丸ごと買い替えなくても、新しいチップが、いいチップが出たら、それをカシャッとセットしてあげれば、シーケンスができると。あとはその、まあ、そのチップが使い捨てなので、そのチップを、まあ使ったら、まあ、サラピンの新しいチップを使うので、その例えばよくあるんですけれども、前1回シーケンスした前のシーケンスのサンプルというか、まあ、リードが残っていて、次のシーケンスをした時にちょっと混ざってくるみたいな、まあ、キャリーオーバーという問題があるんですけど、まあ、ちょっとこれはマニアックな話題ですけど、まあ、そういう問題も解消されると、そういうような、ことが言われてます。で今日ここにこれあるんですけど、これがアイオントレントに入れるチップですね。ここに穴が2つついてますけど、ここにピペットで調整したサンプルを入れて、でこれカシャって入れてポチッとなって押すとシーケンスができるみたいな感じになってます。あでもこれ本物じゃなくて、ここ抜くと USB の、スティックになるっていう学会でもらったおまけなんですけどまあこんな感じのちっちゃいチップを使ってシーケンスをするというのがこちらのシーケンサーです。すごいなんか営業トークみたいになってきましたね。紹介してるだけなんですけど、まあ、後でちゃんとまとめますんで、今ちゃんこんなのがあるんだっていうふうに聞き流していただければと思うんですが、次に紹介するのが、パシフィックバイオサイエンスっていう、カリフォルニアだったかな、西海岸の方にある会社の作ってるシーケンサーで、これが、割と2年3年ぐらい前にできてきた、しかし比較的新しめのシーケンサーです。でこれはスマートテクノロジーっていう、これもまた不思議な、原理でシーケンスをするんですけれども、不思議というか、まあ、一個一個の穴になんかこうコンソと、リードを入れて、でそのリ、これも、配列の、合成をするときに、傾向が出て、その傾向をが出る様子をずっとビデオカメラで続けて撮り続けることで、連続してすごい速いスピードで長いシーケンスが読めるっていう、まあ、ちょっと新しい原理の
またこれまでと違う原理のシーケンサーなんですけれども、今まで紹介してきた、シーケンサーは並列して大量に読める代わりにリードっていうのはそのシーケンスした出てきた結果のその配列が、100ベースとか500ベースとか100ベースとか200ベースとかっていうのが1億とか出てくるようなシーケンサーだったんですけれども、こちらは大量に読めない代わりにすごく長いリードを読めるっていうことができる、多分最初の NGS かなと。で、他のシーケンサーに比べてちょっとエラー率が高いのでエラーの補正のツールを利用するとか、まあイルミナーなどの高精度なシーケンサー、まあ高精度だけど短いものと精度が低いけれども長いものっていうのを組み合わせて補正するとか、そういうような戦略を取ってシーケンスをするっていう感じになってます。で、次に紹介するのがこれがまた、とんでもない、シーケンサーで、これはまだ、市場に出回っていなくて今ベータテストが行われている最中なんで、早ければ今年の暮れか来年かぐらいに出るかもしれないし出ないかもしれないんですが、オックスフォードナノポアっていう、まあ、通称ナノポアって言われてるんですけど、ここから出るシーケンサーで、あの左に見えてるあのマシン Mac みたいなラップトップにつながってる、これは USB 型のシーケンサーなんですね。で、パソコンに USB でつなぐと USB でから電気を給電して、でこのちっちゃい、ガムケースみたいなところにサンプルを入れるとシーケンサーができると、シーケンスができるというようなすごいシーケンサーになってます。で、まあ、これはどういうシーケンサーかというと、ちっちゃい穴にこう DNA の、鎖をこう通して通っていくときに、通るときに起こる電位差かなを、測って、シーケンスをするとかいうような原理になってまして、で、まあ、詳しくはここにリンクを貼ってますんでこちらを読んでもらえればと思うんですけれども、まあ、こういう、原理のシーケンサーで、まあ、USB サイズで、まあ、だからラボじゃなくてもフィールドでもシーケンスができるみたいな、そういうようなシーケンサーもこれから出てくるんじゃないかというふうに言われています。で、右にあったのはそのグリッドアイオンっていう、その同じ原理で、並列の数を増やしているので、あれでヒトゲノムとかが読めるんじゃないかみたいなことを言われています。で、他にもですね、まあ、これから出てくるんじゃないかって言われてて、ベータテストが始まっているものが、このヌーバイオっていうところもあるんですけど、これは、いまいち評判はいいのか良くないのか分からないんですけど、これは何を目指しているかというと、そのサンプルを入れたら、もうデータ解析とか何とかそういうものをしなくても、もう結果まで全部出してくれると、サンプルトゥアンサーっていうタイプのシーケンサーを作るっていう風なコンセプトで作られているもので、まあ、今その実在シーケンスっていうと、そのサンプリングの調整ですとか、まあ、データの解析だとか何だとかっていうのがこうやっぱステップとして挟まれてきて大変なんだけれども、もうこの機械に全部お任せすればいいよっていう風なコンセプトで作られているものもあります。で、これをおそらく主に、クリニカルシーケンスみたいなところに応用されるのかなっていうふうな話だったと思いますけど、まあ、まだベータバージョンとかなので詳しい情報とかあんまり出てきてないですけども、こういうのも出てくるかもしれないと。で、まあ、なんか今までいろいろなんかこう紹介してきたんですけれども、まあまあ、半年とか1年単位でもうガラ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 こうラインナップが変わっていって、すごく技術の進歩の早い業界ですので、まあ今こういろいろ、まあ今日もいろいろこうご説明するんですけれども、まあそれが半年後に同じ話が通用するかというのはちょっとよくわからないという、そういうなんか目まぐるしく変わる業界だっていうことをまず覚えていていただければと思います。で、いろいろこうシーケンサーを紹介したんですけど、まあ、ざっくりまとめますと、そのシーケンサーが出してくるその DNA の、まあ、シーケンスリードっていうんですけど、まあ、そのリードの数が多いか長さが長いかっていうような感じでざっくり分けることができまして、で、まあ、リード数がものすごく多い短鎖超並列型って言ってるイルミナハイシックとかは、まあ、大体今だと150ベースの短い、リードが1億とかそれ以上ぐらい出てくるような、シーケンサーになって、でその下にあるベンチトップ型っていうのになると、まあ、もうちょっとスループットが落ちるけれども、まあ、長さはだいたい150から、まあ、300とか今いくのかなぐらいで、まあ、ロシュ454とかはだいたい500から数百ベースの、シーケンスが、1万本ぐらい出てくるのかな。まあ、それは機械のバージョンとかにもよるんですけども、で一番右下のパックバイ ORS っていうのがだいたい5000ベースぐらい、平均で出てくるのが、まあ、
大体数百から数千、あ、千何本とかっていうぐらいの、リードが出てきます。でこの、このそれぞれのシーケンサーによる特性の違いが、どういう研究に応用できるかっていうことに、関わってくるので、また後でこの図が出てくるんですけども、まあ、ざっくりこういうふうなあのリード数とリード長っていうので、まあ、なんかシーケンサーの機械の区別ができるのかなっていうのを、覚えていただければと思います。で、でここでちょっと補足といいますか、まあ、今ずっとそのリードリードとかリードの長さがとか数かとかっていう言ってるんですけども、その1本そのシーケンスの読んだものの配列がこうバーッと出てくるっていうふうに言うんですけれども、ちょっとそれだけだと例えば昔は36ベースとか72ベースとかっていうような配列が何百万とか出てきてたんですね。最近はもっと増えてたり長くなったりするんですけど、それだけ短いと例えばゲノムに対してどこから出てきた配列なのかっていうのを相当性検索しても当たりすぎてしまうっていう問題があるんですね。なので、まあ、短くしか読めないっていうのはそもそもその長く読めるように伸ばしていくとその酵素が弱くなってしまったりとか傾向が弱くなってしまって認識できなくなってエラー率が高くなるから長く読めないっていうことだったんで、じゃあ長く読めないんだったら長めのシーケンスの両側を読んでやれって言ってできたのかというか、まあ、こう考えられたのがペアードエンドシーケンスっていう手法になります。でシングルエンドっていうのは、普通にその1本の、端から読めるところまで読むっていうものなんですけど、ペアードエンドっていうのはちょっと読める、長さよりも長めに DNA を、切ってあげてその両側を読むっていうような形になります。で両側を読むと1本の、配列の両側を読めるわけだから、その、間に何ベースぐらい、分からないところがあるよっていうギャップを考慮した上でリファレンスになるゲノムのどこから出てきたかっていうのの、マップするユニークにマップできる場所の確率を上げるっていうような戦略になります。大丈夫ですか？なんか分かりにくかったりしないですか？じゃあまあ、こういうような、技術で、まあ、シーケンサーがいっぱいあって、まあ、リードがたくさん出てくると。じゃあ、まあ、そういう新しいシーケンサーが出てきて、じゃあ実際にそれがどういうふうに研究で使われてるのかっていうような、話に、まあ、なっていくんですけれども、で、まあ、研究分野への応用ということで、まあまあシーケンシングアプリケーションっていうふうに言うんですね。でアプリケーションっていうと例えばスマホのこうソフトみたいなのを想像しちゃいますけど、だいたいこの次世代シーケンス、まあ、NGS の界隈でいうと、まあ、シーケンスアプリケーションっていうと、まあ、どういう、応用に使ったかとかっていうような話になってきます。で、まあ、研究の内容とでその研究の内容の中でどういうふうにライブラリを調整したかっていうようなことがよく混同されて、なんかこう用語がごちゃごちゃになってしまって分かりにくいんですけれども、まあその辺は、まあ、混同しがちなのでちょっと注意していただければなと思います。で代表的なものとして、まあ、ホールゲノムシーケンス、まあ、これは一番単純ですね、まあ、ゲノムを読むと、あとはまあエクソン領域だけを読むエクソームに、まあ集団のゲノムを読むポピュレーションジノミクスに、まあトランスクリプトーム、発現の網羅的な解析ですね、とあとはエピジェネティクス、まあ、ジーンレギュレーションスタディとかも言いますけれども、これはまあ遺伝子発現の、レギュレーションについての網羅的な解析です。で、まあ、ウイルスの話とかはここに入ってくるかなっていうのを思うんですけど、まあ、メタジノミクスとかっていう、まあ、集団をそのまま、シーケンスしてしまうっていう証拠ですね。あとはまあ他にもいろいろな、種類があります。でまず、まあ、このシーケンスのアプリケーション、今いくつか、まあ、ホールゲノムだエキソームだとかなとか言ったんですけれども、大きく それぞれによって特徴がありまして、そのリファレンスのゲノムがあるかないかっていうのによって、まあ、シーケンスをした後のデータの処理が、異なります。で今回 その、話させていただくときには、データの処理っていう単語とデータの解析っていうのが出てきます。でそれをはっきり使い分けていて、その、まあ、データの処理っていうのはその単純にその何て言うんでしょう、必要な情報に、データを変換するだけっていうふうに考えてください。でデータの解析っていうのはもうこういう、例えばこういう場所が見たい、こういうような現象が観察したいっていう時に起こる、まあ、特殊なプログラムをかけるとか
そういうような話になってきます。もちろんデータの処理にも、まあ、そのコンピューター使って、ツールとかソフトウェアが必要になってくるんですが、でまずその、まあ、2つあります。で1つがマッピング型、まあ、スプライスアライメントとかも言うんですけれどもっていう、型があって、で、まあ、シーケンサーから出てきたこう短い塩基配列、まあ、そのさっきからリードリードって言ってるやつですね、これをリファレンスゲノムに、配列相同性をもとにペタペタとこう貼っていく、まあ、これがそのマッピングっていう作業になります。なので、まあ、例えば人とかマウスとか、まあ、もうリファレンスがちゃんと整備されててアノテーションがあってっていうものに関しては、こちらのマッピング型っていうような、応用の方法がされることが、多いです。で、まあ、シーケンスを読んだら、まあ、リファレンスゲノムをどこからか用意してきて、まあ、NGBI ゲノムとかなんとかアンサンブルとかからゲノムを持ってきて、そこに対してこうリードを貼り付けていくというような形になります。でもう一つが、デノボアセンブルっていう、まあ、大体アセンブルとかアセンブリーとかそういうふうに言うんですけれども、それは、まあ、リファレンスが全くない状態もしくは全く使わない状態で、シーケンサーから出てきたリードをこう共通する部分をのりしろのようにしてペタ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 くっつけて、一本の長い、リードにアセンブルするっていうような手法になります。でこれはですね、この2つの方法はまあなんかそれぞれ特徴があって、リファレンスがある方はまあリファレンスがあるので、そのゲノムにこう配列相同性でくっつくような長さのリードであれば十分と言われるんですけれども、下のそのデノボアセンブルっていう方はそのなんて言うんでしょう、こうのりしろを見つけてこう短いものから長くしていくので、最初にあるリードは短いリードとはいえできるだけ長い方がいいと。なのでさっき の, こうあのリードの長さ、リードの多さっていう風なあの二軸の図があったんですけど、マッピング型はリードの多さが比較的重視されて、デノボアセンブル型の方はリードの長さが重視されるっていう風に、考えていただければいいかなと思います。でまず、順番に説明していきますと、まあ、ホールゲノムシーケンスですね。で、まあ、デノボゲノムシーケンスとリーシーケンスという形がありまして、でデノボゲノムシーケンスというのはもう、まだゲノムが読まれてない生物について、ゲノム DNA を抽出してきて、それをシーケンサーで読んで、全部くっつけて1本のゲノムにするというような応用になります。で最近だとまたなんか唐辛子とかクジラとかなんかいろんな生物が読まれてますけど、まあ、ただもうそんなにゲノムを読むだけでそんなに面白いのかみたいな話になってきて、昔はゲノム論文って言ってゲノムを読んだら一本論文になってたんですけども、最近はゲノムをただ読むだけじゃ全然論文にならないみたいな状況になってきています。なのでゲノムを読んだ上でその発現とか、まあ、発現の制御についてまで、解析をしてそれを一緒の論文にするみたいな形が多くなってきてるかなっていうのが、あります。その話は後でもちょっと出てくるかと思います。でもう一つそのホールゲノムシーケンスでリシーケンスっていうのがあって、まあ、これはもう見ての通り一回もうゲノムが決定されたものについてもう一回シーケンスをすると。でまあ、ゲノムの呼ばれた生物、まあ、大体人とかマウスとか、まあ、そういう、まあ、植物でもアラビドプスとか、まあ、なんかいろいろありますけど、でそれについて、まあ、多形解析とか、まあ、比較ゲノム解析を行うために、ゲノム DNA を持ってきてシーケンスをすると。でこっちはリファレンスとなるゲノムがあるのでマッピングをするというような形になります。で次に、エキソームシーケンシングですけれども、まあ何でしょう、まあ、ゲノムのエキソン領域を読むっていうふうな、それだけなんですが、それだけっていうともうあれ語弊があるんですけども、これのまあ何がいいかっていうと、そのまあ1個体あたりのシーケンス量が少なくて済む。大体エキソームシーケンスをやる対象としてはまあ人が多いんですけど、まあ、人のエキソン領域だけをこうマイクロアレイと同じですね、プライマーで増幅したあのエキソン領域だけをこう抽出してきて、それを全部シーケンスにかけて、で一塩基多形などの情報を、出してくるというような感じになります。で、まあ、一塩基多形とか、まあそうですね、まあ、SNP、SNV とかっていう情報を取るっていうのが、エキソン領域の変異を見つけるっていうのが一番、メインの何でしょう、目的になることが多いので、これはシーケンスエラーが起こりにくいようなシーケンスの精度が高い方が重要になってきます。だからリード、シーケンスのリードの長さよりも、まあ、シーケンスの量を多くしてエラーをなくすとか、そういうような戦略が取られる傾向にあります。
で試薬っていうのは、まあ、そのエクソン領域だけをこう抽出してくるような試薬なんですけど、まあ、イルミナさんのまあトゥルースイクとかアジェンタさんのシュアセレクトとかっていう試薬を使って、DNA の調整をしてそれからシーケンスをするっていうパターンが、多いです。でまあ一番多いのがこれがまあ疾患原因遺伝子の探索に用いられることが多くて、でこれで網羅的にその1塩基多系の情報を取ってきた後にそのコモンバリアンとかレアバリアンとかっていうフィルタリングをして、まあ、この変異のせいで疾患が起きてるよねっていうような、まあ、人判定に近いようなことをやる感じです。で、次にポピュレーションジノミクスなんですけども、まあ、これはまあ集団遺伝学とか統計疫学とかっていうような、ところで使われる、応用方法です。まあ、基本的にはまあ対象は人で、まあ、リファレンスがあるのでマッピングをすると。で、まあ、エクソムと同じくシーケンスの精度が重要になります。で、まあ、これは一つのラボでなんかこうちょっと思いつきでできるようなものでは全然やはりないことが多いので、まあ、現状ではそのサザンジノミズプロジェクトとか線ゲノムとかって言われますけどなどの国際プロジェクトとかが代表的です。ただ、まあまあ、人だとそのサンプルを取るのに、まあ、問題になってくるんですけど、まあ、もちろんその人だけじゃなくて生物の集団とか、まあ、細胞集団とかでもいいですね、というかいうのを、まあ、小さい比較的小規模な研究プロジェクトでも、NGS を使えば全部読ん でそのポピュレーション の解析ができると、統計解析とかができるよっていう風になってきているので、まあ、これからいろんなところで、まあ、ポピュレーションジノミクスみたいな、応用が増えるかなと思っております。でこれが、線ゲノムって呼ばれているサザンジノムズプロジェクトですけれども、まあ、ここにはまあそのプロジェクトで出されたデータのまあ変異の情報であったり、そのシーケンサーから出てきたリード、生のデータであったりとか、そういうものがたくさん置いてあります。で、まあ、今も、継続して新しいバージョンが出るとか出ないとかというような話をしているのかな。まあ、この辺になんかリセントプロジェクトアナウンスメントとかありますけれども、まあ、こうやって、シーケンサー国際プロジェクトで読んだシーケンスのデータを表に出してそれを世界中の研究者で、共有しましょうと、そういうような、プロジェクトが、まあ、次世代シーケンサーでは結構多いかなというふうな感じです。で、次に、遺伝子発現を見るトランスクリプトームですけれども、まあ発現した、まあ、遺伝子とか、まあ、mRNA とかもありますし、あとはその環境とかから取ってきた、微生物集団の RNA だけを取った、メタトランスクリプトームとかもこれに入るかなと思うんですけれども、まあいわゆる俗に言う、まあ、網羅的発現解析、昔はマイクロアレイでやっていたような、解析を、NGS を使ってやる場合が、かなり増えてきています。でこれはそのリファレンスのゲノムが決まっていてそれに対して、cDNA をマッピングする場合と、ゼロからデノボアセンブルっていうする場合の2通りのパターンがありまして、で発現量を今まではそのマイクロアレイでその発現してるしてないの、傾向の強度とかで見ていたものを、その読んだ配列のリードをこう貼っていったら何個貼れたか、まあ、ちゃんと正規化とかするんですけども、そのリードをマップしてそのどれぐらいリードが貼れたかによって発現量を定量するっていうような方法が、取られてます。でまあ、リファレンスのゲノムがない、まだゲノムが読まれてない生物でも、RNA だけ抽出してきて網羅的な発現解析をやって、でその短いリードをつなぐことで、cDNA の配列ができるっていうような、まあ、デノボのアセンブルっていうのも行われます。で、まあ、よくマイクロアレイとこう比較されるんですけども、メリットとしてよく言われるのが、まあ、定量性の高さと、まあ、ダイナミックレンジの広さ、あとはその、まあ、1塩基単位で見れるという解像度の高さということが言われます。でデメリットですね、ちょっと前まではマイクロアレイの方が安いとか、まあ、そういうことが言われてたんですけど、最近はもう数を読めば NGS の方が安いっていうような状況になってきたので、今デメリットというとマイクロアレイとは機械の使い方が違うとか解析の仕方が違うとか、そういうようなレベルになってきてます。で、まあ、この RNA シーケンスに関しては、結構4、5年ぐらいからまあずっと、やってきてるんですけども、だんだんそのシーケンサーがの技術が上がってきたり、そのシーケンサーの応用の、
範囲が広がってきて、今はですねちょっと微量化ブームというほどではないと思うんですけど、まあ、微量化シーケンスみたいなことが、流行ってきてるのかなっていう感じがします。で、まあ、その下に名前が書いてありますけど、クォーツセックとかスマートセックなどの手法で、1細胞からですね RNA を取って、その1細胞の中での、RNA 網羅的な遺伝子発現の解析をするっていうことが、増えてます。で、まあ、これを応用するとどういうふうになるかというと、例えばその皆さんあのワクチンの開発とかで、ウイルスを細胞に感染させて、でその中でもその細胞の応答であったりウイルスの発現だったりとかっていうのを見たいかなっていう思うんですけども、まあ、その細胞の集団がヘテロになってしまうので一つ一つ細胞を分けてあげて、でそれぞれをこの微量、RNA-seq の手法を使ってそれぞれでの遺伝子発現を取って、で細胞ごとのこうばらつきを見るとか、そういうような手法が考えられるかなと思ってます。でこの、まあ微量 RNA-seq に、まあ、クォーツ seq っていう、手法があるんですけども、これは、理研の二階堂さんっていう、さっきあのツイッターでのキャプチャーが出てきましたけど、あそこで貼ってあった、お兄さんがの、主催するラボで、作ったというふうな、手法になってまして、で彼らの、ウェブサイトに行きますとプロトコールが、公開されていて、で、まあ、そのプロトコールを使えば、まあまあ、シーケンサーがなくても、まあ、受託とかでシーケンスをすればですね、一応できるようにはなってます。なので最近、このあたりの、手法がちょっと流行ってるのかなっていうような感じがします。でまた RNA シーケンスっていうと、まあ、基本的に配列の話なのでになってしまうんですけども、これは一昨日かな、一昨日に出た論文なんですけれども、まあ、クリップシークっていうものと、まあ、キャップ R っていう、手法を使うと、まあ、RNA の網羅的な発現解析から、配列だけではなくて RNA の構造を明らかにするとかいうことも、可能になってきたりしてます。で、まあ、これはその RNA にくっつくタンパク と、RNA の、の配列を読んで、でそこの配列からこう構造を取ってっていうような、話だったかなと思うんですけれども、まあ、そういうような、ただ単に配列だけにとどまらないような手法も、だんだん出てきているという状況です。で、もうなんかすごいなんかねだらだらこう手法ばっかりが並んできてるんですけど、大丈夫ですか？なんかこれまでにそこもちょっと教えてくれとか、なんかそういうのがあればぜひいただきたいんですが、なければこのまままた淡々とはい。リンクシーケンスっていう言葉をよく見ると、はいはい、いわゆるマッピングでのものがどっちに分類されるか、言葉の厳密な定義があるんですか？なるほど、ディープシーケンスっていうのは基本的にはもうあのハイスループットシーケンスとか NGS とかっていうのとほとんど同じっていう風な考え方だと思います。そのただ、ディープってその深いっていう意味では、なんて言うんでしょう、シーケンサーで読んだ時の、まあ、デプス深さっていう基準があるんですけど、それは一つのゲノムが例えば人間ヒューマンだったら3ギガあるじゃないですか。でその3ギガのゲノムに対して、30ギガのシーケンス、トータル30ギガの、シーケンスをしたら、10掛けのデプスを読んだっていうふうに表記するんですね。なので例えば それがまあ5掛けの時もあるし30掛けの時があるし100掛けとかっていうものすごい大量のシーケンスを読むということもあるんですけれども、そういうリードの多さというか、そのどれぐらい大量に読んでどれぐらいこう綿密にやったかっていうことで、まあ、ディープかディープじゃないかみたいなところが、そうですね、特に決まっているわけではないです。ただその今ちょっと、まあ、ずっとダラダラ説明しているこれらの、アプリケーションによって、例えばその、ホールゲノムシーケンスだったら、あんまり数が多すぎると今度はつなぎきれなくて、候補が 多すぎるのでつなぎきれなくなって一本につながらないみたいなことがあるので、だいたい今いくつぐらいかな、30かけぐらいかな、ちょっとまあシーケンスのリードの長さとかにもよるんですけど、比較的浅いシーケンスでやることが多くて、逆にその、まあ、これから説明するエピジェネティクスとかさっきの RNA シーケンスとかは、その発現量を測るためにはそのタグがこう乗った数でカウントするので、例えばその全部 RNA を取ってきたときに、その、まあ、RNA のポピュレーションの中でもその大量に発現している遺伝子とちょっとわずかにしかないのがあるじゃないですか。で浅いとほとんど、まあ、ドミナントがその大量に発現している遺伝子だけで微量に発現している遺伝子が取れないみたいな問題があるんですね。なのでもっともっと、まあ、100とか
のディープにシーケンスをするっていう、まあ、その NGS の中でももっとディープなところとディープじゃないところっていうのがあります。そういう意味で、捉えていただければいいかなと思います。まあ、他にもなんかそういう言葉の定義とか今なんかごちゃごちゃ大量になんちゃらシークっていうのがいっぱい出てきてなんか混乱すると思うんですけど、なんかあればぜひ言ってください。そんなに急いでも3時間ぐらいあるのでネタが切れてしまうかなと思うんですが、じゃあ、続けていきます。で次はまあ、ジーンレギュレーションスタディ、エピジェネティクスと言われる部分です。こちらのところはもしかしたらあんまり何て言うんでしょう、こう縁がないことはないと思うんですけども、まあ、すごい基礎化、生物学的なところに、行くことも多いんですが、まあまあ、セルラーディファレンシエーションスタディとかっていうふうに注釈がついてますが、これも、いろんな手法がありまして、まあ、基本的にはその遺伝子発現の制御についての解析、網羅的な解析をするっていうふうなことになります。で、上からチップシーク、バイサルファイトシーク、DNA シーク、フェアシーク、なんちゃらなんちゃらなんちゃらってこういろいろあるんですけども、これは結局のところ何をやっているかというと、例えばチップシークっていうのはまあ、クロマチン M のプレシピテーションでクロマチンに結合している DNA の領域だけをこう、沈めて取ってくると。でその DNA を全部読むと。でそれをこう、リファレンスのゲノムに対してマッピングしてあげると、クロマチンが結合していた領域がどこなのかっていうような、ことが、ゲノム領域に全部マップされるというような、原理になります。で下のバイサルファイト DNS フェアとかっていうのもそういう、どういう基準で DNA を取ってくるかっていうことが違うだけで、まあまあ、クロマチンのモディフィケーションであったり、まあメチル化の領域であったりとか DNA メチル化ですねの領域であったりとか、そういうようなところをどこを見たいかによっていろんな手法でその特定の DNA を取ってきて、でそれをゲノムに対してマッピングして、で、まあ、マップしていくと大量に読むとマップするとこうピークがこう出てくるので、まあ、ここが、まあ、メチル化されているんだろうとか、そういうようなことが、全ゲノム的に分かるというような手法になります。で、次にですね、まあメタゲノムなんですけれども、まあ、これがまあシーケンシングオブアコミュニティというふうに定義されているんですが、まあ、これもすごい、バリエーションがありまして、まあ、人共生細菌ですね、まあ、口の中とかお腹の中とか、まあ、いろんな、まあ、皮膚とかもありますし、まあ、いろんなところから、菌層を取ってきて、でそれを単離したり分離したりすること全くなしに全部 DNA を取って抽出して、それを全部シーケンサーにかけて、で、どういう菌がいるかっていうポピュレーションを見るっていうのが基本的な戦略になります。で、まあ、人共生細菌だけなくて、まあ、環境メタゲノムっていうところだと、まあ、大気とかですね、なんか部屋の中の空気を取ってそれから全部 DNA を取ってシーケンスをしたって、それなんかこう空気を読むシーケンスだとか言ってなんかこうすごい自慢げに言われたんですよ。そうですかって言われて、まあ、それでもいいんですけど、まあ、空気中であったり、まあ、海洋、海の中の水であったり、まあ、あとは土の中にいる微生、まあ、微量な微生物とか、まあ、ウイルスとかも多分含んでるんですでしょうけど、まあ、DNA を全部もう見境なく抽出して、全部シーケンスすると、まあ、あとは食品とかもあります。でこれはですね、デノボアセンブルっていう、まあ、その結局その大量にいろんなよくわからないそのどういう、例えば、まあ、微生物であったり、まあ、ウイルスであったりっていうのがいるのかっていうのが事前にはわからない場合がほとんどなので、そうなるとその、まあ、リファレンス何か一つのリファレンスに対して当てるっていうことがあんまりないっていうような形になるので、まあ、基本的には短いリードをつないでなるべく伸ばして、で伸ばした後にブラストをして、これは何の、微生物由来だねっていうようなアノテーションをするとか、そういうような形になります。で、まあ、こちらは昨日からたびたび出てきているその統合データベースプロジェクトっていうところでやってます微生物グループがやっているこの microbeDB.jp というところに行きますと、過去のこういうメタゲノムシーケンスを行ったプロジェクトがまとめてあるデータベースがあるので、興味のある方はそちらで見てみるといいかなと思います。であとはまあ人共生細菌とかの場合ですと、まあ、その人由来のゲノムが入っているか入っていないかとかっていうことを見るために、最初に人のゲノムに対してシーケンスのリードをマップして、でそこにくっつかなかったものだけを全部集めてきて、でそれがまあ人由来じゃない、おそらく人に共生しているな、ものだろうっていうような、ゲノムだろうっていうことで、それをつないで今度ブラストっていうような形でやることが、多いです。で、まあ、その影助さんでやってらっしゃる
しゃるかはかなと思うところだと、まあ細胞に感染したそのウイルスがまあいろいろあると、どういうウイルスがあるか、ポピュレーションがあるか分からない、まあ、どういう変異が入っているか分からないという時に、まあ、ウイルスの、まあ、DNA だけこう集めるということができればそれが一番ベストなんですけども、まあ、細胞から抽出した DNA を全部取ってきて、でそれをヒトゲノムに当てて当たらなかったものを全部かき集めてきて、で全部つないでブラストでアノテーションしてみたいなことをするっていうのが、考えられるかなと思います。で、あ、これがさっき説明したこのマイクローブ DBJP っていうなんか潔いまでに検索ボックスしかないようなあれなんですけども、まあ、ここになんか、気になるキーワードとかを入れてもらうと、ずらずらっと情報が出てきて、系統樹を変えたりとか、あとはそのポピュレーション変異のポピュレーションだったかなとかっていうのをグラフで表示してくれたりとか、いろいろ機能があるのでぜひ触ってみてください。これもちょっと触ってもよかったんですが、まあ、あまり時間がないので、今45分ですね。でまあ今までいくつか、まあ、ゲノム RNA、まあ、エピジェネティクス、まあ、メタゲノムエキソームとか言ってきたんですけど、他にもいろんな応用の方法があって、で、まあ、全部説明すると本当に細かいものまで説明するとあまりキリがないのでできないんですが、基本的にはそのまああの特に何て言うんでしょう、サンガーシーケンスと一番違うところはそのスループット並列性なので、逆に言うとサンガーシーケンスで今までこうずっと一個一個やっていたことを全部こうサンプルを調整してしまえば一発のシーケンスで全部決まるということで、例えばまああのクローニングしたあのベクターが大量にあって、それを全部あのシーケンサーに流して、あの今までサンガーでずっとやっていたことを全部やる、あのやってしまうっていうようなシーケンスの手法ももちろんあります。であとはシンセティックジノミクスっていう、まあ、合成生物学とかって言って結構人によってなんかいろんなことをやっているのでなかなかこう一言で説明しづらい分野なんですけども、あの、まあ、何がしかこうベクターを入れ、あの交互にベクターを入れるとか、まあ、大腸菌に何かこう変異を起こさせてとかっていういろんな形で作った、DNA のライブラリに対してシーケンスをするというようなことがあります。で、まあ、LGS というと次世代シーケンスシーケンスっていうのであんまりその DNA とか触らないしっていうような、まあ、なんかタンパクとかの構造とかそっちの方が、興味があるよねっていう方ももしかしたらこの中にいらっしゃるかもわからないんですけれども、NGS の本当にいいところっていうのはそのゲノムがたくさん読めるっていうことではなくて、その大量に並列できるっていうところが一番キーになるところなんですね。なので、例えばタンパクの研究にも応用できるかなっていうところがいろいろありました。その一つの例がここに紹介する、まあ、バーコードシーケンスっていう手法を応用したものなんですけれども、これちょっとあの酵母コロキアムっていう、インターネットでこう酵母の研究者が集まってなんかやんややんや言っている面白いウェブサイトなんですけれども、ここにそのバーコードシーケンスっていうのを紹介している八千恵さんっていう方が、いらっしゃるんですけれども、まあ、そこで、言われていることを見ていますと、まあ、酵母のスクリーニングとかを、まあ、ハイスループットにシーケンサーとかを使ってやるっていうのは、酵母のコレクションそれぞれにユニークなこうバーコードの、配列を混ぜておいて、で混ぜたプールを全部こう同じ条件の下で、まあ、生育するとかやって、でその後プールに対して残ったものを、プライマーで全部増幅して、でそれを全部シーケンサーにで決めるとどういうものが残ったかっていうのが全部一発で分かるというようなことが、あります。例えばその酵母だと例えばイースト2ハイブリッドとかああいうそのタンパク質タンパク質の結合の手法とかが有名ですけど、あれ一つこう決めるだけで結構やっぱ時間がかかったり、そのフォルスポジティブがあったりとかなんとかっていうような、まあ、弱点というかありますけれども、まあ、そういう手法も、例えば一個一個やらなくても全部バーコードにしてしまって全部同じ条件でやってしまって後で全部シーケンスで読むっていうようなことをすれば、スループットが上がるだろうっていうような大量の、サンプルを全部一気に、調べられるだろうっていうようなことを、研究されている方もいます。でなんかその、まあ、イースト2ハイブリッドの話はもうすぐしたら、できるというか、まあまあ、手法が公開されるんじゃないかなと思うんですけども、まああのまあ、NGS シーケンサーシーケンサーって言ってるけども、あの必ずしもシーケンスをするためだけにしか使えないわけではないと、まあ、あのそういう意味ではまだあの応用すると可能性が大きい、まあ、いろんなものに使うっていう、まあ、可能性がある技術かなというふうに思います。
で、まあ、今いろいろ言ってきたんですけれども、まあ、それぞれのアプリケーションによって、まあ、そのさっき、まあ少なめに読むのがいいのか大量に読むのがいいのかっていう話をしましたけれども、どういう実験をするかっていうシーケンスアプリケーションをするかっていうことによって、まあ、どれぐらいの塩基数を読めばいいのかっていうのが違うっていうような話がありましたけども、ここに、細胞工学の別冊の実在シーケンサー目的別アドバンストメソッドっていう本があるんですけども、そこから取ってきた、リードスペックの表があります。だいたい、まあ、ヒトゲノムのシーケンスだったら、まあ、90-150GB とかっていうのを読まなきゃいけなくて、まあ、リードの長さはこれぐらいでとかっていうのがあります。ただこれがですねちょっと古いものなので、もう多分あんまり今だと使えないかなっていう感じになってきちゃってるんですが、まあ、それぞれのアプリケーションによって、どういう、シーケンサーをチョイスして、そのシーケンサーでどれぐらいのシーケンスをすればいいか、どれぐらいの量の DNA を読めばいいのかっていうのは、それぞれ違うっていうことを、頭に入れておいてもらえればと思います。でここでさっき の, ざっくりしたシーケンサーの種類別の、表がまた出てくるんですけども、結局その、新規にゲノムを決めるときは長い方がよくて、それほど大量には読めなくていいということなので、最近はPacBioRS っていうシーケンサー、もしくはそれと、イルミナのシーケンサーとかアイオントレントとかロシとか他のシーケンサーを組み合わせるんですけども、あれをメインにして、新規のゲノムを決定するという場合が、まあ、ほとんどかなというか、まあ、多いなっていう感じになってきてます。ただ、まあ、PacBioRS っていうのが1億円ぐらいする結構いかついシーケンサーで、しかも1億円出せてもそのシーケンサーを置くスペースがあるかどうかっていうところもまた結構きついので、なかなかこう日本国内でもどこかしこにあるっていうシーケンサーではないんですが、まあ、自宅で PacBio のシーケンスをやってるところもあります。なのでそういうところを利用されることが多いかなというふうに思います。であとは、まあ、イルミナのハイセックっていうのもすごい一番高い機種なので、これもまたどこにでもあるというわけではないんですけれども、これも受託とかでやっているところでやるパターンが多いです。で最近その、まあ、こちらにもマイセクが入ったというふうに、伺ったんですけども、ベンチトップ型といわれる、シーケンサーがありますので、まあ、これが増えてますので、じゃあそうするとこの中途半端だからこの辺では何もできないのかというと、そういうことではなくて、まあ、人とか例えば、数十ギガバイトゲノムのサイズがある植物とかだと、さすがにこれではもうどうしようもないよねっていうことになるんですけれども、例えば先ほど言ってた酵母とか大腸菌とか、まあ、ウイルスの、モラ的な解析とかもベンチトップ型で十分、足りるかなと、まあ、どれぐらいの規模の解析をするかにもよるんですけれども、まあ、そういうような、使い分けというんですかね、が、できるかなと思います。で、まあ、そのまとめますと、まあ、手法は本当に絶えず進歩してましてですね、昔 RNA-seq、2年前とかの、RNA-seq の論文を読むと、その2年前に出た論文のシーケンスをしたのはおそらくその半年か1年前とか3年前とかの、話になるので、さっきは紹介しなかったんですけど、イルミナの古い方の、GA とかいう、シーケンサーの名前が出てきたりとか、もう本当に情報がどんどん古くなっていってるんですね。なので、まあ、できるだけその本当にもう先週とか先月出たとかっていう論文を参考にするのが一番いいんですけども、まあ、先週先月にその自分のドンピシャの論文が出てることもそんなにないので、まあ、最新のレビューを読むのが一番、情報を取るのにいいかなと思います。でここに挙げたのがそのネイチャーレビューズジェネティクスっていうところの、ネクストジェネレーションって、もう次世代やめろって言われてるのにネクストジェネレーションって書いてるんですけども、まあ、ここに、これはずっとアップデートされていて、最新のシーケンスのレビューが全部載ってます。なので、そこで例えば、RNA-seq したいとかメタジノミクスしたいとかっていう風になった時は、そこから、該当するレビューを、見つけて、そこに書いてある手法を、参考にするのが、まあ、現状では一番いいかなという風に思ってます。で、まあ、書籍での情報もですね、次世代シーケンスの本だんだん出始めてるんですが、まあ、本にするっていうことは、まあ、それもまた本を書くためにだいぶ前から準備をするわけですから、最新の情報っていうのはなかなかこう本から取りにくいんですが、まあ、体系的にまとまっていて、その考え方とかが、細かく説明してあるっていう意味では、書籍から情報を取るっていうのも十分、選択肢に入るのかなというふうに思います。で
まあ、あとはですね、そのどういう応用、こういうシー、ことをやりたいんだけれども、このシーケンサーでできるのかとか、どれぐらいリードを読めばいいのかとか、こういうデータが出てきたけどどういうふうに解析したらいいのかっていう話は、まあ、実際にやってる人を捕まえるっていうのが実は一番早くて、で NGS 現場の会っていう、研究会があるんですけども、そこに、集まっている、シーケンサーをいっぱい動かしている人たちに直接聞くっていうのが、いいかもしれません。でこれが先ほど の表を取ってきた元の、細胞工学の本なんですけれども、まあ、こういう感じで、まあ、準備とか、まあ、そこからヒトゲノム、遺伝子発現、新規ゲノム、エピジェネティクス、メタゲノム、ゲノム構造、データ解析とか、そういうふうに、まあ、先ほどざっと紹介してきたものに大体のっとってるかなと思うんですが、まあ、そういうような、説明をしている本があります。あとは、春って言われてもうすぐ春ですけれども、用土者さんから、次世代シーケンサーの実験プロトコル本っていうのが出るっていうふうに聞いてますので、まあ、それが出たらそういう本を、参考にするのもいいかなと思います。であとはですね、まあ、インターネットにも結構いろんなシーケンサーについての、情報が出回るようになってきてまして、例えば電子書籍とかでですね、こういうお家でできる MacBook である次世代シーケンスデータ解析とかいうようなのも出てます。で、まあ、これ電子書籍なんですけども、無料なので、これで検索して見に行くと、PDF が取れるようになってます。あとはそのヨーロッパとかアメリカとかの大学とかでそういうなんか授業のレクチャーをやって次世代シーケンサーの話をやってるっていうことはよくあるので、 Google で次世代シーケンサーメタジノミクスなんちゃら .pdf とかで調べると授業のスライドがいっぱい出てきてすごい楽しかったりします。楽しいっていうのも変ですね。で次にこれがその先ほど言っていたそのシーケンサーをしている人が集まる研究会っていうその NGS 現場の会なんですけれども、これが去年第3回が終わりまして、で大体今去年は700人ぐらいの人が、来て神戸でやったんですけれども、まあ、そこではそのもう実際にシーケンサーを動かしている人がまあやっぱり多いですけれども、これからシーケンサーを動かしてみようかなっていうふうに、考えている人も集まって、まあこういう、ノウハウの共有っていうのが一番メインなので、あまり研究発表的な要素よりもそうやってこういうデータがあったからこういうようなシーケンスをしたとか、こういうのが見たかったからこういうシーケンスをしたとか、こういう解析をしたとか、そういうような、意見交換をするような場になってます。で、なんで現場の会っていうかというと、お偉方はもういいと、手を動かしている人だけが集まってノウハウを共有する、もっとこう生々しい話をする会にしようっていうことらしいんですけれども、まあそうですね、中ので若手の人がかなり多いですね。それからあと、まあ、オンラインでのこう、まあ、メーリングリストであったりとか、まあ、SNS での、意見のやり取りがかなり多いのが、まあ、この研究会の特徴かなというふうに思います。でまあ、ツイッターやってらっしゃる方多分いると思うんですけれども、会社でやったらさすがに怒られるんですかね。まあ、こういう現場の会っていう、アカウントがあります。ここでニュースとかを、つぶやいてるんですけれども、そこの、この現場の会をフォローしている人っていうのを見に行くと、大体国内のシーケンスやってる人がずやーっとこうリストになってるって便利なので、もしお家に帰って何か言ってたなって言って気になったら見てみてください。大体なんかシーケンスの話をしてる人ってそんなにいないんですけどね。でもまあ結構例えばこの前イルミナの新しいシーケンサーの発表があった時なんかはもうみんながもうツイッター上でずっとこういうことらしい、こういう情報らしい、日本ではいつ出るらしいとか言っているのをみんなでこうずっと情報共有をしていて、多分情報を得るのに一番早いかなというふうに思います。で、大体今1時間ぐらい経って、ここまでずっとまあなんかこうずらずら並べてきて退屈な感じなんですけれども、やっと、大丈夫ですか、ここまでで何かまたいいですか。はい、ゲノムアセンブリーに関して質問なんですけども、はい、今ウイルスターゲットが決まった状態なのでアセンブリーするときに、まあ、ゲノムは総当たりであってて、ゲノムの全長に近いコンフィグを取るということをしてるんですけど、うん、先ほど話にあったみたいなのも未知のウイルスであったりターゲットが決まってない状態でアセンブリーしてグラスをかける場合は何を使用にそのゲノムの値を使うのか。ゲノムの値というのは結構
おまじないというか、正直なんかこういうものだったらこれぐらいでやればいいっていうのがはっきりないんですね。なのでできるだけこう何パターンかでやってみて、繰り返して当ててみて、おそらくこうだろうっていう結果が出るまでやるっていう人が結構多いと思います。まあ、そのためにはもう大量にこうプログラム書いていっぱいやらなきゃいけないので、かなりコストは高いですけど、多分それが一番いいと思います。何かに従って、例えばまあもしかしたらその似たようなプロジェクトがこれまでに論文とかに出ていて、でそこで例えば何までやったとかっていう記述があれば、それをまず参考にしてやってみて、そこから基準で上げたり下げたりとかっていうふうにしていくのが一番現実的かなっていうふうに思います。あんまりちょっと参考にならない答えで申し訳ないですけど、直接のブラスタックっていう解析はやられてるんですか？それもやってらっしゃる方もいますけど、まああんまり、まあ、リードの長さが例えば454とかパクワイとかで読んだ長いやつだったら結構もうそのまま当てに行くみたいな方も聞くんですけど、例えばイルミナとかだとちょっと厳しいかなっていう感じがあります。っていうのはその何て言うんでしょう、リファレンスとしてのブラスの、リファレンス側がそのすごくアノテーションがちゃんとされていて、配列もその信頼性が高いものであれば、その中から探っていくっていうこともあると思うんですけども、昔シーケンスをされたものがもしかしたらこっちに今読んだ手元にあるものの方が新しくて精度がいいっていう場合もなくはないので、できる限りやっぱりその短い状態よりも伸ばしてやるっていうようなことが、まあ、戦略としてはいいのかなっていうふうに思います。ただ今日の午前中にモロさんが話をしたなんかGoogleなとかJJJとか言ってた辺ですけども、あれはすごく短いリードでも完全マッチとか1ミスマッチとかでいくようになってるので、ブラストだと多分帰って、まあ、生物値を限定すれば大丈夫だと思うんですけど、帰ってこないみたいなこともあるかと思うんですよ。で例えばその人由来でっていうのであれば、ああいうなんか別のもっと早くマッチができる、まあ、ブラッドとかでもいいと思うんですけど、そういういろいろなプログラムを使ってみて、なんか例えばその最初から全部の塊を全部、投げてみなくても、ある程度絞って、まあ、10分の1とかにこうとりあえずその最初のどれぐらいのリードっていうふうにしてみて、いくつか試してみて、その結果をバーッと並べてみてっていうようなのもやり方としてはありかなというふうに思います。はい、では、ちょっとマニアックな話ではないけど、では次に、まあ、そういうことで、じゃあそういうシーケンサーがあって、そういうアプリケーションがあって、でじゃあ実際にどういうふうに進めていくのかっていうような話になってくるんですけれども、まあイメージとしては、まあ大体サンプリングをして、でまあシーケンサーに入れるためのライブラリーのプレップをして、でシーケンシングをして、でまあデータの解析をしてっていうふうなパターンになるだろうっていうふうに、おそらくまあ皆さん思われてるかなと思います。で、まあ、イメージとして NGS、まあ、機械が高いとかいうのがまあそもそもありますけれども、まあ、機械は、まあ、買えばいいんですけど、まあ、データがたくさん出ると、何億とか何十ギガとか、なんかすごいことを言っているので、まあ、データがたくさん出て、でそのたくさん出るんだけれども、そのままでは使えないっていうと、まあ、じゃあデータの解析をしなきゃいけないんだろうけれども、どういうふうにやったらいいのかわからないみたいなことがよく言われるんですね。で、まあ、それはおおむね間違ってはないんですけれども、まあ、実際にその流れがそんなに単純かっていうと、僕らはいつも説明するときにこういうふうにしていて、まずですね、まあ、実験のデザインをします。で、シーケンサーにかける前に本当にこの仮説が合ってるかという、まあ、予備実験をします。その後にサンプリングをして、 DNA の調整をして、まあ、ライブラリーの作成をして、シーケンスをして、やっとシーケンスをした後に、シーケンサーから出てきたシーケンスの結果が本当にいいかどうかっていうクオリティチェックをして、でその後、精度の悪いものはフィルタリングして、その後、まあ、マッピングアセンブルをして、でその結果がまたいいかどうかっていうクオリティのチェックをして、その後に目的別の解析をして、で確認の実験、これは、シーケンスの例えば PCR バイアスのかからない方法とかっていうものを、用意しておいて、それを実験して、で論文を書いて、まあ、
論文じゃなくて、例えば多分まあ特許とかになるかもしれない、特許の執筆とかをすると思うんですけども、まあ、論文だと、データの公開をしてくれっていうことを言われるので、データの公開をして、で論文の投稿をして、そうするとリバイズが返ってくるので再解析しろと言われて、でやっとアクセプトになって、やっとお祝いの飲み会ができると。で飲み会がすごく遠いというのが NGS 研究の一番大変なところです、悪いところですよ、まあ飲み会がすごく遠いのが非常に辛いところであると。で、まあ、それは冗談で置いておいて、まあ、何が大変かというと、まあ、たくさんステップがあって、で、まあ、それは分ければこれだけ細かくなるだろうっていうこともあるんですけども、大事なのはその後戻りができないっていうポイントがあるんですね。でよくその界隈で問題になるのが、そのシーケンスはしたと、シーケンスはしたけれどもデータが出たけど、その後がなんかこうよくわからないから、データの解析で何とかしてくれって言って、そのデータの解析をしているドライの研究者のところに持ってこられたら、シーケンスがすごいひどい代物だったとかいう話がよく本当のような嘘のような話があるんですけども、まあ、シーケンスの結果が悪いと本当にもうデータの解析ではどうにもならないというのが本当に一番大きいところで、またその、まあ、データの解析もそのちょちょっとこうやれば終わるものももちろんありますけれども、計算を走らせるので、例えばその先ほどみたいに、いくつかの、値でこうそれぞれのパラメータを考慮して比べてみて一番いい結果をっていうようなことをすると、例えばざらに1週間とか2週間とか、まあ、解析にかかることがあるんですね。でそうすると論文を投稿した後に帰ってきて、ここが良くないからここを直してって言われた時に、それを直したりこの実験してって言われた時の、その実験を解析するまでに何週間とか何ヶ月とかかかってしまうと、ここでもう返せないみたいな状況になってしまうこともあるんですね。なので、まあ、リバイスの期限に間に合わないとかっていうのは結構話としてそういうことは起こり得るよねっていうような話があります。でじゃあどうするのっていうことなんですけども、まあ、ここ、まあ、この実験デザインの段階で、その最後のこの流れ全部でどこで何をするっていうのを全部、デザインした上でよしやろうっていうのが一番いいんですけども、まあ、中でもその DNA を調整するライブラリを作成するっていう、まあ、ウェットの技術がまあすごく大事と、まあ、そこでこうしっかりやっておけば、まあ、シーケンス、いいシーケンスができれば、あとのデータの解析は頑張ればいいっていうふうな話になりますから、まあ、そのデータ解析が大変とは言われるんですけども、まあ、ウェットの技術も本当に大事だということがよく言われます。で、まあ、この DNA 高純度で調整するとかっていうのは、まあ、基本的にはその、まあ、プロトコルがシーケンサーについていて、で、まあ、その通りにやるんですけど、まあ、単品単品にその DNA の純度をちゃんとバイオナライザーとかで調べるとか、そういうようなステップ、一つ一つのステップがすごく大事っていうことがあります。でそれからまたそのここの確認実験とかなんですけれども、まあ、よくそのシーケンスだけやって、そのシーケンスの網羅的解析でっていうのでボンって論文になったりもするんですけれども、まあ、よくそのレビュアーの人とかが言うのは、そのまあシーケンサーでやったらそうだろうけど、例えばここの発言がこうなっていて、 でもそれって PCR バイアスなんじゃないのみたいなことを言われることもあるんですね。でそういうことを言われないために、ちゃんとその、網羅的解析で上がってきた、部分に関してはちゃんと確認実験をするとかっていう、まあ、ようなそういうデザインとかの準備も必要だということがあります。でさらにですね、まあ、皆様はあんまりその論文とかをまあまあ書くこともあるかと思うんですけれども、まあ、その論文を書いた時にはまあデータの公開をしろと言われるわけですね。で、まあ、最近にはまあかなり多くのジャーナルで論文の投稿前にデータの公開が求められるということがあるので、まあ、大学だったらまあそんなに問題ないかなと思うんですけど、まあ、企業で例えば論文を書くときにデータを公開しろってなって、データの公開なんかその身内の内々のデータだからできないよみたいな話になると、論文投稿できませんみたいな話にもなるので、なりますし、まあ、実際データをじゃあ公開しましょうっていう段になったら、そのデータを公開するっていうのは結構大変なんですね。で、まあ、そもそもどこで公開すればいいのかっていうような話もあるんですが、まあ、そこでまあ NGS の公共のデータベースがありますっていうところで、まあ、公共 NGS データベースの話になるんですが、この辺りでちょうど折り返しぐらいなので、ちょっと休憩をここで入れようかと思うんですが、なんか今、ここまでで、飲み会とかいいんですけど、何か質問とかがありますか？なんか分からないとこ疑問がありましたらぜひ、まあ、もしくは今の流れに関係なくても、用語とか単語とかこれはどういうことなんだとかいうのでも全然大丈夫ですけども、なければじゃあちょっと休憩にしましょうか。10分ぐらいでいいですか？
じゃあすいません、一旦休憩ということで10分後ですね、20分に始めることにして、じゃあ一旦お疲れ様でした。